こんばんは、今回はですね、僕が昔よくやっていた練習ドリルをご紹介したいと思うんですけど、この練習を繰り返すとですね、非常に、スイングプレーンが良くなったり、体の使い方が非常に効率よくなって、楽にボールがまっすぐ飛ばせるようになりますので、ぜひ最後まで見ていただきたいんですけど、早速やり方をご紹介しますけど、着ている服の肩よりもちょっと内側、この辺ですかね、この辺を加えていただきたいんですよ。なんであんまりちょっと僕今日こんな素敵なシャツでやってしまうんですけど、破れてもいいような服を着てやっていただきたいんですけど、ここを加えてテイクバック、右足をヘッドが越すぐらいまではこの加えた服を口から外さないでもらいたいですね。これがもしテイクバックの初期でスパンとこう口から外れてしまうようでは、体の動きは良くないということになります。こうやってこれで良くないですよ、ちょっと微妙なんですけど、この辺まではこれが離れないようにしてもらいたいんです。なぜかというと、実は正しいスイング、効率のいいスイングというのは、右の肩、右サイドというのはテイクバックの初期ではそんなに動くもんではないんですよ。右肘が曲がるからなんですね。ということで、右の肩、そして左の肩というのは、アドレスの時の距離よりも実はちょっと縮まるんですよ。右の肩がやや止まった状態で左の肩がグッと入っていくので、この距離が少し縮まるのが正しいんですね。それはもし腕がなくて本当こういう肩だけのものだったら、左肩も右肩も同じ分だけこう動くのはいいんですけど、やはり腕がついてて、ゴルフというのは左腕はまっすぐ行く、コックは関係なくここの肘がですねまっすぐ動く、右の肘は、レートコック、後半でコックする肘が曲がるタイプとあったとちょっと変わるんですけど、基本的には、初期の方で肘が曲がるのが正しいので、この肩が一緒に動いてしまうと、この肘がね、あまりうまく曲げられなくなるんですよ。これはですね、去年の僕のこのチャンネルで腕と体の動かす順番みたいな動画を配信したことがあって、あとはですね、右肘の正しい動かし方みたいな動画をね、配信したことがあるんですけど、そことうまくつながっていく今回はお話なんですけど、ここに来た時に右の肩っていうのはこの顔の前に、顔の横にまだ見えててほしいわけですよ。これが左肩と右肩が一緒に動いてしまう、同じぐらい動いてしまうと頭の後ろに隠れてしまう。これはですね、かなりインサイドに体が入った状態になってしまうんですね。正しいプレーンをするには、やはり右の肘はある程度曲がった状態でこの辺を迎えたい。そのために右の肩があんまり動くと肘が曲がられる、曲げれなくなる。肘を曲げるためにはこの肩というのは全く動かなくて済むんです。ここを支点に曲がるので、ここは動く必要はないんです。だから左の肩は思いっきり動いていいんですけど、右の肩は少し止まったような状態で、左の肩を入れてくる。そのためにここを加えて、この辺なんです。あまり最初で離れないように、これダメなんですね。なのでこの練習を続けていただくと、本当わずかな差なんですけど、プレーに乗りやすい。すぐ離れてしまうと、これ肘がね、開いてしまったりするんで、あとはこの肩が、左肩が下がる肩なんかにもかなり有効的で、こっちが下がればこっちは上がりますから、すぐ離れちゃうんですね。やはりこの肩というのはあまり動くもんじゃないです。そこから肩が動いていくものなんですね。だから左肩と右肩とは同じ量動くものではなくて、少し右肩が止まった状態で、ほんとわずかなんですけど左肩が入っていく。そしてハーフウェイバック、この辺まで来たら同じぐらいここから入っていくと綺麗なトップになるので、
この、ね、練習をねしていただくとオンプレーになりやすくて体の使い方が上手くなってダウンスイング実は足から動かしやすくなるタイミングの上げ方になるのでぜひねいろんな意味でこの練習をしていただきたいと思います。それではいろんな動画また配信していきたいと思いますのでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。